僕中学生大会の時に初めて彼女のスケートを見て、でこんな踊れる人いるんだって言って、そこから仲良くなって、また次の年でもまあ同じような試合に行ったり海外試合に行くようになったりとかって、そこでこうどん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 仲良くなって、まあ同年代っていうこともあったんで、鈴木さんね意外に怖いんですよ意外にね怖いんですよ。なんかね、あこのあちょっと今ご機嫌斜めかななのかなっていう時にちょっと若干無視されたりするんですよああいうほんわかしてるあのイメージありますけど、しっかりしてるとこしっかりして、私ここは違うみたいなことはなんかこう自分の中でパッパンって作ってあるなと。でもスケートがすごい好きっていうのはなんかずっと変わらない、そこはなんか本当に好きなんだなこの人はっていうところだけはブレてないなって感じで。やっほー元気してますか。最近あのご多忙なようで体を心配しています。ゆっくり休んで自分の時間作るときは作って自分を大事にしてあげてください。